本日は人見知りの人ほどよく喋るということについて解説します。コミュニケーションが苦手な人の方が一生懸命喋るので口数が多かったりします。ただそれによる弊害も大きいので前半ではその様子を演じ、後半では人見知りでもうまくコミュニケーション取れる方法について解説します。というわけで用意スタート。この度は婚活パーティーに参加ありがとうございます。皆さんぜひこの機会に仲良くなっていってください。それでは乾杯。あ、どうも、こんにちは。もう、よく来るんですか？あ、いや、初めです。はい。いや、なかなかね、出会いっていうものがないもので。あ、そうなんですね。僕もね、ちょっと、なかなかこう、出会いがなくてね。いや、まあ、この前までちょっと、彼女いたんですけども、ちょっと浮気しちゃって、別れちゃいました。あ、そうなんですね。あ、すいません。ごめんなさい、こっちのこと、すみません、変なそのこと、はい、まあでも、そういうことよくありますよね。あ、よくある？よくある？まあ、そうですかね。ちょっと他見てこようかな。あ、そうですね。いいかもしれませんね。どうぞ、行ってらっしゃい。では。コミュニケーション人の大好きな配信へようこそ。いかがでしたでしょうか。人見知りあるあるということで、ついついああいう状況やっちゃいますよね。僕も以前は何とか喋らなきゃいけないとか沈黙が怖いとなって一生懸命喋って気を使っては人間関係しんどと疲れていました。ただ知識や経験を積み、現在ではコミュ力が爆上がりしたので疲れない人間関係というのを構築できるようになりました。ということで後半では人見知りの人がちゃんと疲れずに友達できる方法についてお話しいたします。この動画を見ていただきましたら初対面でも緊張せずに気楽に話せるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。というわけで脱人見知り法、まず一つ目が無言語怖がらないということです。人見知りの人ってとにかく沈黙が怖いですよね。だからこそ間を持たせようと思って一生懸命喋ったりとか、もう質問の試合みたいなことあるじゃないですか。じゃあ何が怖いのかって話ですよね。無言だったら何が起こるのかと。あなたは嫌われてしまいます？それとも怒られるんでしょうか？そんなことないですよね。勝手に自分が何とかして頑張んなきゃって思ってしまってるだけなんです。なのでまず身体的には心拍が上がり呼吸が浅くなっているので、深呼吸をして心拍を落とし、リラックス状態を作ります。そして、友達を作るというのであれば、本来だったら沈黙が平気な気軽な人間関係作りたいですよね。なので、あらかじめ、沈黙平気？私あまり気にしないタイプなんだけど、みたいな予防線を張っておけば、もし沈黙になったとしても、相手に気は使わなくていいですよ、ということを伝えることができます。この一言言っておくだけで、沈黙の状態が別に悪いことじゃない、というふうに共有できます。まあ実際は内心ドキドキしてるんですけどね。人間にとって未知イコール恐怖ですから、初対面の人間、そりゃ緊張しますよ。ただ、ほとんどの人間はどうせ二度と会わないんですよ。だったら、そこで気使ってしんどい思いするよりも、別に沈黙が平気ですよと、無言になっても一緒にいられる関係性を作った方が、今後の進展にもつながりやすいですよね。じゃないと、本当にコミュニケーションしんどくなってしまいます。喋っても疲れるだけだ、となってしまってはもったいないので、沈黙を怖がらない。そして、怖くないから、私は別に沈黙平気だよ、というふうに伝えるというのをやってみてください。そして二つ目が、相手にも喋らせるということです。別に、あなた一人が頑張る必要はないんですね。別に仕事でもなければ、年齢、性別なんてプライベートじゃ関係ないですし、立場ってのはフェアですよね。だったら自分が喋ることなくなったら、相手にも喋ってもらおうという気持ちでいてください。こっち一生懸命話振ってるのに、全然向こう振ってこねえし、めっちゃしんどってこと、たまにありますよね。そこで、あなたが一人頑張るからやっぱ辛いんですよ。じゃあ、相手にもボールを投げさせてください。で、その時にあまりにも沈黙が続いたら、あ、口下手なんですかとか、別に沈黙平気な人なんですかとか、あんま喋んないタイプなんですかみたいなことを聞いてみれば、あ、自分何喋っていいか分かんないですよねみたいなことが分かり、まあそうですよね、初対面ですもんね、と、その状態でもいいんじゃない
というふうに持っていくこともできます。何度も言いますが、一生懸命自分が笑顔を作ったりとか喋ったりしようとするってことはしないでください。もう無理は続かないから。続かない人間関係なんてもったいないじゃないですか。なるべく肩の力を抜いてホゲーぐらいな感じで喋れるようにしてみてください。そして最後3つ目が台本を用意です。1、2では心持ちとか考え方の話でしたが、3つ目は細かいテクニックです。この台本というのは、まあ、何を話すかとか、まあ、どんなこと聞こうかなとか、これなら話せるなみたいなことを用意しておくってことです。例えば質問なら、お仕事何してるんですかとか、休日何してるんですかみたいな感じですね。そして語ることであれば、いや実は YouTube が最近好きでとか、漫画が好きでみたいな語れる要素ってのを用意しておくと、初対面の人と会った時に、あどうしようどうしようどうしよう何話そうとテンパることなく、すぐ引き出しから会話を用意できてしまうんです。そうすれば間違いなく会話続きますし、困ったらあの話題使えばいいやと心の安定剤にもなるんですね。もともと人見知りの僕らは緊張しがちですので、この質問や語るネタなんてのを5個から10個くらい用意しておいてください。ちなみに質問において話を盛り上げる質問というのは2つあります。1つ目が掘り下げる質問です。例えば仕事何してるんですかと言った時に、事務員やってるんですよみたいなこと言ったら、何関係の会社なんですかとか、いつからやってるんですかと、その話した話題について詳しく聞くっていう掘り下げる質問です。そして2つ目が、例えば休日何やってるんですかって聞いた時に、漫画読んでますねと言われて、ちょっといまいち漫画で話せることないなと思ったら、いや他に何してるんですかと広げる質問です。この掘り下げると広げるを使って、相手が喋りたいことっていうのをどんどん話させてあげてください。ちょっとあなたが一生懸命喋らなくても、相手は盛り上がって楽しく喋れるようになります。人見知りの人というのはすごい真面目ですし、一生懸命だし、ちょっと臆病のところがあるので、一生懸命喋ったりとか笑顔を作って人間関係がしんどくなってしまうんですが、無言を怖がらないこと、そして相手にも喋らせること、また台本を用意することをして、いやもうコミュニケーションしんどいよと、友達作りもういやとならないようにしていってください。今日の動画に関連して、嫌われてしまう話し方ですとか、雑談の方法なんて動画を動画説明欄に貼っておきます。発達障害向けというふうに書いてありますが、発達障害関係ない方も使えるような情報がたくさん載っておりますので、合わせてご覧になってください。また僕は毎日20時過ぎから YouTube ライブを行っております。悩み相談であるとか、面白おかしく雑談なんてことをやっておりますので、なんか人生面白いことないかなとか、友達全然できないよという方、覗いてみてください。コミュニケーションでね、本当大変な時もありますし、煩わしいこともあるんですけども、人生の幸福度というのはやっぱり人間関係によって決まりますので、ぜひいろんな人と会ってみて、喋ってみて、会う人と仲良くなっていってください。無理に人間関係を作る必要はありません。話が合う人や一緒にいて楽しい人だけいて、人生を充実させたものにしていってください。あなたの幸せ心より応援しております。以上、和樹でした。